皆さんこんにちは。はい、こんにちは。ダブルMチャンネルのヤナマンです。そうです。今回は福島県郡山市の方にやってきましたね。はい、はい、で揚げ石の不動桜っていう桜を今日は見に来てみました。はい、でお堂があるのかな。うん、そうだね。でそこにね、立派な桜が咲いてるので、はい、はい、今から見てこようと思います。じゃ行きましょう。はい、じゃ行きます。はい、行ってきます。来ましたね、ジャイアン君。はい、あそこに見える桜ですね。そうだね、すごく立派です。車はちょっとこれ道に寄せて止めてる感じなのかな、みんなね。みんな車は大体こっち側に止まってるね。じゃあこれでちょっと歩いて、じゃああっちのここね、行きます。はい、はい、じゃあ行きます。行きます。はい、今近くまで来ましたね。はい、すごい立派っすね。あそこですね。めっちゃいいじゃないですか。めっちゃいいね。結構大きいね。うん、結構大きい大きい。あっちのね、道路の方も桜いっぱい咲いてるから ね、すごい綺麗。せっかくだから、あのお堂にもちょっと挨拶して、うん、で、ね、桜ちょっと近くに行ってみます。そんで写真撮りましょうか。はい、じゃあ行きましょう。はい、はい、はい、柳君今挨拶させて、はい、させてもらいましたね。もらいました、お堂の方でね。これ木の幹見て、すごいね、すごいね、柳君すごい。でカメラ持ってる方もね、やっぱたくさんいますね。じゃあ下の方でお堂と一緒にあれかな、写真とか。そうですね、撮っていきますか。はい、じゃああと写真載せていきますんでね。はい、了解です。はい、はい、じゃあ行ってきたね、山くんね。はい、素晴らしい桜でしたね。周りもね、あっちの方とか、うん、綺麗だし、こっちも綺麗だ。そう、こっちの奥もね、綺麗ですね。写真とか楽しいと思います。うん、おすすめです。はい、じゃあ、はい、お客さんが多いんで、僕らそろそろ帰りましょう。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、それでね、今見てきましたけど、はい、素晴らしい桜でしたね。いや、すごかったですね、結構ね、うん、近くから見るとね、やっぱ幹はすごいし、はい、遠くから見るとね、あのお堂と桜が、うんうん、そうだね、あと菜の花と、はい、すごく綺麗でした、うん、で、奥にもね、いっぱい桜が咲いてるんで、合わせて写真撮ってもね、すごく綺麗かなと思います。はい、ぜひ、皆さん気になった方いましたら、はい、あれね、チームですけど、来てみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。では、バイバイ。はい。